1時間がっつりウォーキングをしてきて、その前後で顔がどれくらい変わるかという検証をしてみたいと思います。こんにちは、働く女性を応援するコンディショニング研究家ののりこです。すごく忙しくって一生懸命パソコンに向かっていたら、なんか気がついたら顔がすごい疲れてるということありますよね。私も経験があって、ここ 2,3 日なんですけれども、本当に口角が下がったなと。ちょっとね、昨日の朝が一番ひどくって、もう本当にびっくりするくらい下がってたんですよ。で今日これでもちょっとマシになったんですけども、原因が2つあります。1つは座ってる時間がここ 2,3 日すごく長かったこと。でもう1つはスマホを見てる時間もすごく長かったことなんですね。なぜ座ってる時間が長いと口角が下がってくるかというと、骨盤と頭蓋骨って連動しているんですよ。いや、こんなに離れてるのにって思うかもしれませんが、骨盤を動かさないと頭蓋骨も動かない。骨盤が緩むと頭蓋骨も緩む、ね、連動してるんですね。ですので骨盤を動かす生活をすると口角は上がっていきます。今日は久しぶりに天気もいいので、1時間がっつりウォーキングをしてきて、その前後で顔がどれくらい変わるかという検証をしてみたいと思います。はい、それでは行ってまいります。はい、戻ってきました。写真撮ってみますね。はい、こちら。あ、すいません、これはね、ちょっと照明使っちゃったんですね。すいません、許して。はい、で照明の色圏を同じにしたものがこちらです。まあ、両方ともひどいですけれども、本当無表情でいるとね、ダメですね。うん、怖い。はい、なんですけれども、ウォーキング後の方が若干こう顔が上がってると思いません？本当に歩くことしかしていなくて、本当はね、もういろ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 やりたかったんですけど、やってません。歩いただけです。歩くだけでも違うんですよ。まあデスクワークが長いとね、本当に美容には良くない。美容にとっても良くないだけでなくて、1時間座っているとなんと22分寿命が縮まるという報告もあるんですね。その他にも集中力も落ちてくるし、気分も落ち込んできます。ですからオフィスで、まあ、デスクワークは仕方がないです。でも1時間に1回は何か用事を作って、立ち上がってトイレに行くとかでもいいし、水飲みに行くとか、何か用事を済ませるというのを取り入れていただくといいと思います。最低2分は立つと、その座りすぎのダメージが軽減されると言われています。上司が立つ用事は1回にまとめろって言うんですよっていう方もいらっしゃるんですけど、もうそういう管理職は説教ですね。本当にね、座りすぎは良くないです。もう美容の大敵だし、健康に良くない。仕事のパフォーマンスも下がる。なのでちょくちょく立ち上がっていただければと思います。そして仕事が終わった時に、まあ、顔が疲れてると思うんですよ。ですからぜひちょっと一息歩くというのはやっていただくと、本当に違いが出てくると思います。あとはね、やっぱり笑ってることですね。はい、私も無表情だと本当顔が怖いんで、残りの人生笑って過ごそうと思います。はい、で今日はこの辺にしたいと思いますが、歩くことの素晴らしさをね、ちょっとでも伝えたくてこんな動画を撮りました。最後までご覧いただいてありがとうございます。もし内容が良かったなと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録もお待ちしております。それではまた。